中島健と平野使用美は気見せに、末光警察女性視聴者が食いつきまくりまくり。日本テレビ系列のドラマ、末光警察ミッドナイトランナーが、セクシーゾーンの中島健とさんとキング・アンドプスの平野紫耀さんのダブル主演によって、女性視聴者の間で話題となっています。この刺激的なドラマの第三話が、 特に注目を浴びており、女性ファンたちの興奮が絶えません。末光警察ミッドナイトランナーは警察学校に通う本間会中島健人と一ノ瀬次郎平野氏、よう、ガバディを結成し難事件に挑む姿を描いたフルスピードサスペンスです。物語は、誘拐された家で少女アミ上白石萌音。 その仲間たちが人身売買の犠牲になる前に救出しようとするストーリーとなっています。第3話では、二人の主人公が誘拐組織に捕まり、身腹を拘束されているシーンが登場します。その際、二人は上半身を露出しており、特に中島健人さんの脇毛が露出している場面がありました。このシーンが多くの視聴者の注目を浴び、話題となりました。 ジャニーズのファンからは、血管が浮き出ていた、ケント君のメガネコレクションが楽しみ、かっこいいのに脇毛が生えている、といった感想が SNS 上で続出し、彼らの魅力について熱く語られました。このような反応からも、中島ケントさんと平野志耀さんの演技がファンに強く響いていることが伺えます。視聴率の推移については、 1> 第1話が11.2%、第2話が9.0%、第3話が8.4%と、第3話までに視聴率は下がり続けていることが報告されています。一部からは不安の声も聞こえますが、日本テレビ関係者によれば、脚本を変更することは難しいため、 今後は二人の脱ぎシーンを増やして視聴者を引き込むことが重要とされています。3話放送中にも SNS へで二人の服を脱いだ姿にファンが盛り上がっていたんです。血管が浮き出てたまらんケント君のメガネコレクションが今後も楽しみあんなにかっこいいのに脇毛が生えているんだ。などファンの食いつきがすごいんです。と日本テレビ関係者は語ります。 今後のドラマで中島健人さんと平野志洋さんの二人がどのような萌えシーンを披露するのかファンたちはますます注目しています。この熱狂的な反応がドラマの視聴率向上に寄与するかもしれません。末光警察ミッドナイトランナーの第3話が放送され中島健人さんと平野志洋さんの演技に特に女性視聴者から熱い支持が寄せられました。 物語の中での脱衣シーンが話題となり、SNS 上でファンたちの興奮が広がりました。一方で視聴率は第一話から下がり続けており、一部からは不安の声も聞かれます。しかし、日本テレビ関係者は脚本の変更は難しいため、今後は中島健人さんと平野志陽さんの魅力を最大限に活かすことが鍵だと語りました。ファンたちは、 今後のドラマで二人の萌えシーンを楽しみにしており、その期待が視聴率向上につながるかもしれません。末光警察ミッドナイトランナーは続きが楽しみなサスペンスドラマとしてますます注目を集めています。中島健人さんと平野志耀さんの共演に期待が高まり、ファンたちの心を掴んでいることは間違いありません。